しかしなんかね、非常にこう女の子らしいというか、そーっと歌ってくれたって感じですね。そんな感じね。ずっと、ハモリをやってくれて、すごい綺麗に今ね、緊張した。加藤ちゃんがハモってたんだ。はい、じゃあハーモニーはやっぱりこの先輩に聞いてみましょうか。あ、そうですね。2人のハーモニーどうでしたかね。いやグッなんかふわっとしてたけど、綺麗な感じで、ティッシュみたいな感じでハモってましたね。でも一生懸命ね、あの廊下でもね、歩きながら練習したんですよ、2人で。でもこのコンビはもう名前決まって、ティッシュハーモニーってね。いいね、そよ風のように。ティッシュハーモニー。いや、ちょっとね。ハンカチーフって可愛いじゃない。ダメよ、しゃべ、わかんない、しゃべらない、私。それはいいや、やっとマルシア気がついたよ。マルシアさん、いや、時間かかった、時間かかった。ところでね、はいはい、おはがきが来てるんですね。何ですか。これはですね、埼玉県の高岡梨沙ちゃん、17歳の高校2年生ですけども、赤坂さんと加藤のり子ちゃん付き合ってるってうちの学校で噂になっています。本当のところはどうなんでしょうか。ほら、あのほら、泣かされちゃった時あるじゃない。はいはい、あの後なんかあったんじゃないかってみんな思ってるわけよ。本当のこと言っていいの。いいですよ。赤坂さん、赤ちゃんいい。ちょっと今、ちょっと待って、赤坂のことを赤ちゃんって呼んだろ今。赤ちゃんって言わないよね。びっくりした俺。今赤ちゃんオッケーっていう、なんかねえ、いいのよっていう感じだった。ものすごいこと言ったなと思って今。やっぱり赤坂ちゃんちょっと、わざわざそこ行ったんですか。まあ、やっぱりね、みんなこうやってハガキをくれるが、いろいろ心配もしてるし。そう違いますよ、はっきり言いますけれども、この番組は資生堂ファイントイレタリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。